もうすぐ家完成だな。母さんも完成が楽しみだって言ってたよ。完成する時の見学には母さんも連れて行こう。え、何言ってるの？お母さん連れてきてどうするのよ。うちに住むわけでもないのに。はあ？何言ってんだよ。俺の親なんだから住む権利はあるだろ。俺の家だし。ちょっと待って、話が違うよね。この家は私が両親との同居のために建てたのよ。コータは一銭も出してないし、予算は私と私の両親で出してる。二世帯住宅にしたのも足が悪い母のためなんだけど。へえ、そうなんだ。どうでもいいけど。は？全然どうでもよくないよ。これは何度も話し合ったよね。覚えてない。確かに私が大事な話をしてる時もずっとスマホ使ってたし、話はまともに聞いてなかったみたいだけど。でも自分がお金を出してないことはわかるんじゃない？だから何？え？お前は俺の嫁だろ？じゃあ俺がその家に自分の両親住ませて何が悪いんだよ。亭主の顔に泥を塗るつもりか？意味がわからない。母さんたちだって引っ越す準備してるんだから。今さら止められないから。嘘でしょ。そんなの許可してないよ。うちの両親のための家なんだけど。お前は俺の嫁だろ。どっちが重要なのかわかるよな。亭主と嫁だぞ。俺の親に決まってるよな。決まってません。それに今さらそんなの無理だから。私はもう明日から実家に帰って引っ越しの準備手伝いするし、実家はもう売却済みで後片付けをしなきゃいけない。今さら住めないなんて言えるわけないでしょ。じゃあ物置にでも住ませれば。は？お前の両親は物置にでも住ませろ。一階はうちの母さんたちに住ませるから。それじゃそういうことでよろしく。何言ってるの？そんなの無理だって。勝手に義両親を済ませようとするなんて無茶すぎる。うるさいな、嫁のくせに。だから嫁としてなってないって言ってるんだよ。うちの両親を済ませないと離婚だぞ。それ本気なの？また離婚届を突きつけてくるつもり？お前なんていつでも捨てられるんだからな。俺は母さんのためになら何でもできるし、新築の二世帯住宅は母さんも喜んでる。そういうわけだから諦めろよ。明日から実家に戻るんだっけ？じゃあちゃんと説明してこいよ。最低だね。もうこっちも愛想が尽きたわ。とにかくあなたの両親は住めませんから、ちゃんと伝えておいてくださいね。じゃないと後悔することになるのは自分だよ。マリアさん、まだ実家に戻ってるの？実家の片付けだかなんだか知りませんけどね。こっちにそろそろ戻ってきたら？自分の部屋の片付けもしないと。お母さん、お久しぶりです。何のことですか？新居の片付けよ。もう私たちは引っ越しも済んでますけどね。え？片付けに若手がいないとしんどいのよ。嫁のあなたがいなくてどうするのよ。コータだって迷惑がってるわよ。ちょっと待ってください。何言ってるんですか？引っ越しが済んでるって、え？まだ完成したばかりで入居日は今週末じゃ。そうなの？そんなのはよくわかりませんけど、私たちはもうコータに言われた通りに引っ越しました。コータって本当によくできた息子でね、せっかく建てた家なんだから一番風呂は母さんにって。お言葉に甘えて入らせてもらったわ。なかなか快適よ。すみません、コータと話します。いろいろと行き違いがあるみたいなので二ほどきはしないでください。一体どういうつもりよ。入居日はまだ先のはずなのに、何勝手にあんたの両親を済ませてるの？はあ？俺の勝手だろうが。俺は亭主なんだぞ。嫁にとやかく言われる筋合いはない。はあ？本当に何言ってるの？そもそもそこは私たち家族の家だし、あなたたちは住めないはずだよね。何勝手に住めるって思い込んでるの？前にも言ったのに、まだわからないのか？うちの両親を済ませないと離婚するぞ。そしたらどうせお前は追い出されるわけだし、住むところもなくなるぞ。じゃあおとなしく、俺の言うことを聞いておくのがいいんじゃないの？ちょっと待ってよ。頭おかしいの？おい、誰に向かってそんな言い方してるんだ？俺はこの家の主人だぞ。少しは口を慎むんだな。俺の嫁でいたいなら、俺の両親と住むのは必須だぞ。
二世帯住宅はお前の親じゃなくて、うちの親と住むからな。とっくに離婚してるけど、どうした？え？偉そうに脅してくる亭主関白夫。まだ夫気分なの？何言ってんだ？離婚？あのさ、もう私、あんたの亭主関白ぶりに嫌気がさしてたの。だからとっくに出したよ、離婚届。え？離婚届？どういうことだよ。意味がわからないから、わかるように説明しろ。あんたとはもう他人だってこと。離婚してるんだから関わらないで。今まで気づいてなかったことにびっくりだけど、さっさと出ていかないと大変なことになるわよ。大変なことって？勝手に家に赤の他人が入ってるって警察に通報されるわよ。は？警察ってなんで？だいたい入居日前に勝手に入居するなんて論外。管理してる会社になんて説明するつもりなのよ。それにあんたは他人だし、何を説明したとしてもただの不法侵入だよ。いや、そんなわけないだろ。俺はお前の亭主なんだし、俺の家族はお前の家族だ。何がいけないって言うんだ？というか、その亭主って言い方キモい。え？亭主ってなんだよ。普通に旦那って言えよってずっと思ってたよ。キモいなーって。なんだと？それとうちらもう離婚してるって言ったよね。だからもう私たちは歴史とした他人です。あなたが何を言ったとしても他人です。自分で離婚届を突きつけてきたんだから、自分でも離婚を望んでたんですよね。そんなわけないだろうが。離婚なんて恥ずかしい。はぁ？俺は離婚してるつもりはなかったし、離婚をするつもりもなかった。何勝手なことしてるんだ、この恥さらし。はぁ、そうですか。じゃあ離婚で脅せば言うこと聞くと思ってたんだ。当たり前だ。お前が言うことを聞かないのが悪いんだからな。離婚届を以前突きつけてきたから、それに私も記入しておいて、嫌気がさしたので提出しただけ。それに離婚してすでに1ヶ月経過してるけど。え？だから理解できたらさっさと出ていけよ。じゃないと警察に通報することになるけど、その方がよっぽど恥さらしじゃないかと私は思うわ。それでいいの？何言ってるんだよ。じゃあ離婚って本気なのか？俺と別れるって？しつこいな。もう離婚したって言ってんだろ。あんたみたいな亭主関白気取りのマザコン野郎、離婚して正解だわ。むしろなんで結婚してたのかもわからないくらい。嘘だろ。勝手に離婚してたなんて。勝手にって何？離婚届準備したのはそっちだろうが。私はそれを提出しただけなんですけど。まさか出すなんて思ってなかったし、なんでそんな勝手なことするんだよ。うるさい、出て行け。もうこれ以上あんたと話す気はないから。だって他人だし話す必要ないよね。でもその家は私たちの家だから。なんなら名義はお父さんだし、ローンは私が払うことになってるし、あんたは全く関係ないよね。そんなこと言われても。そもそも私が両親と同居するために家を建てるって言って、話し合いにも何も参加してこなかったくせに、完成の直前になって自分の両親を済ませようとするとか、一言で言うと頭がおかしいのかな。一言で言い過ぎだろ。そういうわけだからさ、もう出て行ってよ。警察呼ばれたらさらに親の前で恥かくことになるわよ。それが嫌なら出て行け。待ってくれ、そんなこと言わないでくれよ。出て行けって言われてもどこに行けばいいんだよ。離婚だってお互いの意思じゃないし、そんなの許せないよ。許せないと言われても、自分で書いたんでしょ。どこに行けばいいとか知ったこっちゃないから。私はもう他人だし、実家にでも戻れば？というか、勝手な行動しすぎたのは自分だし、私に言われても困るんですけど。なんとかなると思ってたんだよ。母さんの喜ぶ顔が見たくて。あっそ、知らんけど。自己中マザコン男は勝手に出ていけ。あんたは今無職も同然なんだから働いて稼げば？それで、自力で家族に家でも買ってあげてください。私には関係ないけど。ちょっと待ってくれよ。これって、現実なのか？本当にこの家から俺たち家族を追い出すのかよ。うちの親が購入した家なのに、一番風呂勝手に入らせてるだけでもかなりムカついてるのよ。警察に通報される前に出て行け。家から叩き出される前にね。でも実家ももう売る予定だし、家族で住む場所なくてホームレスになっちゃうよ。俺がそんな状況になってもいいのか？え？それはあんたの責任でしょうが。
なんで私に言ってくるの？ま、母親もそんなあんたにうんざりするだろうね。がっかりさせたことで、親子の縁まで切られるかもね。最悪だよ。頼む。このまま済ませてくれ。なんとかならないかな。話し合いで解決できる。できない。もう他人だから。助け求めて来られても、助ける気がそもそもない。逆に今まで義両親に貸していたお金の返済をお願いしたいんだけど。え？貸してたお金？私個人でもあんたの親に金貸してたの。それ、返してくれる？出て行ってもらうし、お金は返してもらうから、よろしくお願いします。急にそんなこと言われても、どうしたらいいのか。頼むよ、仲直りできない？もう完全に無理です。てめえとなんて誰がやり直すか。自己中亭主関白のマザコンクズ男は、反省して自力で人生やり直せ。とりあえず私の家からはさっさと出て行ってください。不法侵入で訴えます。本気で俺たちをホームレスにするつもりなのか。お前に情はないのかよ。あったから今まで相手してやったんだろ。でももう、これで終わりね。もう目障りだから、完全に消えてください。それじゃ、ホームレス生活楽しんで。結局、マリアさんが意見を変えることはなく、粘ろうとしたコータさんは家に居座ろうとし、警察を呼ばれる事態となってしまったのだとか、事情をすべて知ったご両親は呆れてしまい、売却予定だった実家を買い戻して戻り、息子のコータさんとは縁を切って追い出したようです。さらにマリアさんに借りていたお金も、コータさんが責任を取って返すようにと命じられ、コータさんは家を失い、家族に見捨てられただけでなく、借金まで背負う結果になってしまったようですね。マリアさんは結局その後家族と一緒に新築に住み始めましたが、コータさんは未だに家が見つからず、ホームレス状態でバイトを掛け持ちしているのだとか、もう少し冷静に考えて行動すべきだったのかもしれませんね。